ジェット新恐怖の合体チャンピオンカーニバル古賀から実況生中継。この放送は日本文化センターとご覧のスポンサーの提供でお送りします。リングに帰ってきました。黄金の左が帰ってきました。デビュー以来の激しい戦いにより首を第5ケースに骨折。しかし3月17日退院、22日からトレーニング開始。日本デビュー1年半の今シリーズに再起をかけます。レスラー生命をかけます。輪島隆輝入場。相手は史上最強枠コンビを結成しましたタイガー・ジェット・シン、アブドール・ザ・ブッチャーとの戦いであります。まず最初に日本テレビ並びに番組のスポンサーより高木勲、輪島博士に豪華な花束が贈られました。さあ史上最強コンビの入場です。ハンセンのカウベルか、ブロディのチェーンか、はたまた真のサーベルか、ブッチャーのフォークか。88チャンピオンカーニバルはまさに波乱万丈、流血試合続出のシリーズになりそうであります。さあ9年ぶりに史上最強コンビを組みましたタイガー・ジェット・シン、アブドール・ザ・ブッチャーの入場であります。過去幾多のトップレスラーを血の海に沈めてまいりました。シン、そしてブッチャー、まずブッチャーの姿から椅子を投げている。山田さん、ズバリ怖いですね。いや怖いですね、何が起こるか分からない、はい、嫌な予感がいたします。そしてタイガー・ジェット・シン、不安がいっぱい。さあこれがもう早くも死亡を生み出している。さあアブドーラザ・ブッチャー、そしてそのはるか後ろ、どうやらサーブが吹きまして、あっと今度はお客様が席の中に入りました。タイガー・ジェット・シンであります。ザマさん、あっと輪島が先制攻撃だ。ブッチャーに先制攻撃だ。タイガー・ジェット・シンが後ろから輪島にサーベルを振る。あの一昨年の 11.1、 あの輪島のデビュー戦をまたここで見るようであります。タイガー・ジェット・シンが輪島に襲いかかる。ブッチャーは完全に高木勲を捉えたようであります。のっけからもう大荒れの試合。さて馬場さん、この輪島は今日が第一戦、復帰第一戦になるわけですが、輪島に何を期待しますか。いやもうあのね、期待というよりもどのぐらい治ったのかね、はい、それを見るだけですよね。もう心配なんですが、まあ、大丈夫と言ってますからね、はい、まあ、大丈夫だと思いますけども。なるほど。さあ今度は輪島から9点直下高木勲に目的を絞りました、この史上最強コンビ。あっと、そして輪島は今リング上に大立ち。これがタイガー・ジェット・シンだ。早くも傘を持っています。いやしかし山田さん、この輪島の復帰第一戦がこの史上最凶悪コンビとは、これまた荷が重いですよ。うん、まあね、ただあの本当にいろんな意味で試練を重ねていかなきゃいけませんから、はい、まあ、これ仕方がないですね。傘のエラー見やす。そして今度は首締め、傘が折れてしまった。傘をまるで雨のようにひん曲げて、そして輪島の喉元高木が入るが、これを完全にカット。冷静だアブドール・ザ・ブッチャー。山田さん、このおっと、お今ゴングが鳴ったんですね。山田さん、今ゴングが鳴りました。山田さん、この2人の最凶悪コンビの合体をどう見てますか。剣の中なんですよ、非常にね、まあ、不気味なんですよ、はい、いつどこでどうなるか。この2人がどんどん組めばね、恐ろしく強いですよ。なるほど、まあ、それだけにね、まあ、波乱含みと申し上げたいですね、あっとメガトンタックル、アブドール・ザ・ブッチャー。馬場さんはこの2人の凶悪コンビの合体どうご覧になってますか。ね、あのチームワークとかそういったものはね、どうなのかね、分かりませんね。リーダーの馬場さん、これどっちかいるんですか、チームリーダーは。いや、いないでしょう。いない。あ、アブドラザブッチャーが今構成を取っています。輪島を捕まえました。もちろんこのタイガー・ジェット・シンと輪島には、デビュー戦以来、日本輪島デビュー以来の因縁がありますが、このブッチャーともリークタの因縁を持っています輪島。さあ
この2人を相手にどうせなら俺が2人まとめて面倒を見てやると、この馬場選手に、開幕戦そしてこの3シリーズ出場を伝えたこの輪島でありますが、さあチョップが飛んでいく、さあどうだ、再起第一戦のリング、プロレス界の横綱をもう一度目指したい輪島ですが、キックが飛んでいく。さあ馬場さん、この輪島のここまでの出だしはどうでしょうか。まあね、いいとはちょっと言いませんね。でもあれでしょう、気合が入ってますから大丈夫でしょう。気合が入っている、そうですか。そしてこのデビュー1年ちょうど経ちました高木には、これは馬場さん試練ですね。まあ、そうですね。 ですけどもね、やっぱこういう選手とね、負けてもね、はい、どんどん当たっていかなきゃ失敗しませんからね。そうですか。さあゴールドブッチャー得意の空手のポーズであります。しかし山田さん、この先ほども申し上げましたが、ブッチャーとシンというのは敬遠の中、仲間割れということも考えられますよね。シンが何か探します。なんとも言えない、ね、なんとも言えないんですね、はい、もうどういう展開になったのか、さあ今度は素晴らしい選手ですか、はい、今度はほうきを持ちました。何でも狂気にしてしまいます、今日は傘を使いました。そして、今度はほうきを使いました。思い起こしますのはテリーハンティに振ったフォーク、そしてザ・デストロイヤーに打っていった、ブッチャーのビール瓶、あーっとラリアット、全体重を使ってのラリアット、アブドールザ・ブッチャー、それぞれがそれぞれパフォーマンスを見せている。さあ毒針エルボー、さあ輪島のカットプレーはどうでしょうか。相撲コンビ高木輪島、どうこの牙城を崩していくのか。コンビネーションも山田さん、ここまではいいじゃないですか。そうですね、今までの非常にスムーズにね、はい、交代も行われています。そうですね。しかし昨日行われました記者会見では、早速仲間れをしておりましたこのシン、それからブッチャー、記者さん、それからホテルマンさん、新郎新婦、それからクラス会をやるグループもいました。一般客まで本当に恐怖の体験を味わったわけでありますが、コブラクローカウント3、実力者です。山田さん、あと引き続きこの最強はコンビと申し上げましたが、決め技も持ってるんですね。もちろんそうです、ですから凶悪であると同時に実力者コンビですよ、はい、そうですね、これは要注意であります。あっという間に高木をコブラクローで仕留めた、今リング上に立っておりますタイガージェットシン、そしてブッチャーが今放送席前だ、馬場さんの前だ、赤いコーナーに今赤い鉄柱の方に向かっていきますが、あっとまた放送席に向かって椅子を持った、馬場さんに向かっている、ジャイアント馬場さんに向かっている、おっと若手に椅子を振るアブドールザブッチャー、さあこの上何をしようというのか、白い目を吹かして、そしてあっと横からは後ろからタイガージェットシン、後ろからタイガージェットシン、前からはアブドールザブッチャー、前からはアブドールザブッチャー、ちょっと放送席、もうどうでしょうか。以前このアブドールザブッチャーと、ザシークがコンビを組みました時には仲間割れをいたしました。そしてその時にはこの日本テレビの、倉持アナウンサーが10針を、気が追っています、10針を縫う気が追っていますが、さあどうでしょうか。もうちょっと収集がつかなくなりました。おーアブドールザブッチャーがジャイアントの馬場選手に地獄好き、そして椅子が乗った、あーっとタイガージェットシンが今度は馬場の左背中に椅子を恨んだ。この山田さん、ブッチャーもそれからタイガー自身も馬場選手に対しても大きな一本持っているわけですからね。そうですね。一回山田さん、狙いは何なんでしょうか。いや、わかりません。馬場選手を狙った、輪島選手を狙った、デモンストレーションですよ。もうこうなりますと全てが敵ということになるんでしょうかね。いや、驚きました。そうしか考えられないですね、はい、このド迫力デモンストレーション、もう雲の子を散らすようにお客さんが逃げ惑います。イスター危ない、絶対手を出さないようにしてもらいたいと思います。あー驚きました、このパフォーマンス、ブッチャー、そして、タイガージェットシンであります。まだ歩き飛びます。今2人この肩を組みまして花道の方へ引き上げますが、山田さん一言、このブッチャーシンの暴れっぷりいかがでした。いやー、とにかくもう大変な迫力でね、まあ、震えが来るほど怖いですね。そうですね、いや驚きました。山田さん、もしかしてこれは犠牲者が続出のシリーズになるかもしれませんね。そうですね、とにかく馬場選手に対してね、はい、あれだけのデモンストレーションをやってのけた、はい、もうこれは自信の表れですよ。さあコブラクローであります、馬場さん大丈夫ですか。はい、まあね、まあこの先本当にもうブッチャーシンから目が離せない、そういうシリーズになってまいりました。
実力者でもありますシン、コブラクローで、タイガー・ジェット・シン、それからアブドーラ・ザ・ブッチャー、初戦を飾ったわけであります。日本テレビの全日本プロレス中継、実況生中継でお送りしています。